ヒデです。こんにちは。シャインマスカット3年生苗、9月10日の様子です。虫の鳴き声がすごいです。9月に入って気温が一気に下がりましたけども、今日はちょっと残暑が戻ってきた感じです。ただ今曇りになってきたんですが、やはり風が冷たいですね。もうスズムシが鳴いてます。今日はですね、シャインマスカットの実の状況見に来ました。そして、久しぶりにですね、袋の方を外してみました。こんな感じです。結局この木はですね、3つ花穂がついて2つにする予定でしたが、3つつけてしまいました。で、久しぶりに来て袋を開けて感じたことですが、やはりね、実の汚れが目立ってきてます。こういうやつですね。肌に何ですかね。やはり防除の少なさ、ここに来て響いてますね。途中まではとても綺麗な状態だったんですが、8月の終わり過ぎからかな、この状態になったのは。ちょっと久しぶりに袋を開けてガーンって感じです。そしてこちらが2つ目。やはりちょっと房の汚れが目立ちます。玉の張り具合はですね、まあそれなりにといったところですかね。親指サイズの太さ、結構大きいですよ。ちょうどですね、今玉が張ってきて実が動かなくなってきている状態。もうこれ以上ですね、玉が膨らんだらおそらく劣化するんじゃないかっていう状態ですね、この房は。そして最後の1個、こちらは棚上の枝から出ている実です。こちらはですね、今日来て分かったんですが、劣化してしまいました。ここにも劣化が見られます。まあ、こちらはですね、ちょっと想定より実が大きくなりすぎたからですね。もうここパンパンなんですよね。パンパンでもう実が動かないような状態になってしまって割れてしまいました。こちらもそうですね、こちらの実はですね、周りが大きくなったことでもう全然動きません。その状態なので割れてしまったという形ですかね。ちょっとこちらは後で取ります。そして、木の状態ですけども、一時期ですね、葉が大量に焼けてしまいましたが、復活しました。といってもこのように、まあ元の葉はもうどうしようもなかったんで、空枝の方ですね、実がついてない枝はの先端部分を伸ばして、またちょっとこちらに持ってくる形で葉を増やしています。来年は7月の葉焼けは防ぎたいですね。
そして、趣味機の先端の方に行きますけども、ここから先が今年伸ばした部分になります。すでに木の方がもう硬質化が始まってます。で、なんとかですね、棚の端まで到達しました。で、一度ここでね止めたんですけど、副梢が出てきてまた上に向かって伸びてます。こちらはちょっと今日止めておきます。あとですね、この今年伸ばした部分から出してる枝、これ悩んだんですけど、今年はですね、ちょっとこの新しく伸ばした趣味木の部分が勢いが弱かったので、ここですね、両サイドに出してます。取ろうかどうしようか悩んだんですけど、むしろ葉をこちらは増やして、こちらの幹を充実させた方がいいのかなと思ったので、出てきた枝はですね、あえて取らずに伸ばして見ています。まあちょっと日焼け対策っていうのもあったんですけど、ですので来年こちらに花穂がつくのかどうかっていうのはちょっとまだわからないですね。まあひとまず、この棚の端まで行ったので、こちら側の趣味木は完了ですね。そして、今年ね、伸ばした第二趣味木、ここからなんですが、まあこちらももう硬質化が始まってますね。これか。この枝です。あ、違った。これか。この枝ですね。もう、こちらも硬質化が済んでますので、おそらくもう枯れ込むことはないんじゃないかなと思います。来年の春。まあ、こちらもある程度の長さで、そうですね、まあこの辺りかな、この辺りで剪定して来年の趣味木にしていきます。まあその関係で今実をつけてるこちらのピオーネの枝ですね、こちらは落とす感じになりそうですね。うん、シャインマスカットとピオーネでうまく趣味木をクロスして狭いスペースで収穫量を上げようと思います。じゃあせっかくなのでちょっとこれ劣化したものを取って食べてみましょうかね。おそらくもう大丈夫じゃないかなと思うんでちょっと取ります。何気に3年生のシャインマスカットの味見は初めてですね。ちょっと汚れを落として、うん、うん、じゃあちょっと食べてみます。いただきます。うん、甘っ、あ、めちゃくちゃ甘い。うん、あ、こちらのシャインも美味しいですね。あ、でもまだちょっと酸がありますね。口に入れた瞬間めちゃくちゃ甘いですが、皮のところに若干酸が残っているかな。
ちらも来週ぐらいに収穫ですかね。うん。うん。美味しい。むちゃくちゃ甘いです。うん。なんとか、いろいろと擦ったもんだ途中ありましたけども。こちらの木も、シャインマスカット、初収穫までは持っていけそうです。はい。それでは、今日はこのくらいで。またお会いしましょう。バイバイ。